やっていきましょう。シェム実況パート7でございます。この修行ってのが何なのかよくわからない。さっきちょっとあれなんだろうこれって気づいて、修行を押す、はいって押す、後ろ後ろ蹴りの袈裟蹴り、袈裟蹴りをするでしょ、鍛錬します、そうみたいなね。ね、まあいや、よくわからん、よくわからん。はー、寝ますか。寝ます。はい、シェンムーの世界では、これ3日目ってことになるのかな。この朝が12月5日。5日とか3日とか、あの言い方で5日ってなんて言うんだっけ。5日、2日、え、ここの違う、10日、あれ、バカになってる、頭がバカになってる、なんつんだっけかな、5日が何日か、5日がよくわからんのだよな。20日、5日、僕のいつもすまないな、8日、姉さん、8日って8でいいんだよね。5日ってなんていうん、なんか5日って違う言い方なかった、ない？ 12 月1日1日1日か、1日2日か、あ、今わかった、そうか、1日が1だから、だから5日ってなんで、5日、5日って5日でいいんか、5日が5日かよく分か、5日がいつなのか、5日が5日ってのは5日が5日よくわからないっていう、今までそういう5日がいつなのかよくわかんなかった。なんだこの猫は、君何してるんだそこで、猫さんや、こいつに煮干しやれんのか、やれない。フックさんがなんか修行するのはいつでも来てくれって言ってたような気がするな。行ってみるか。いやー、今長年の疑問が自己解決したわ。5日が5日よくわからんかったんだよ。5日がいつなのかよくわからなかった。5日が5日だったんだね。で、1日が1日だね。漢字を教えてくれ。まあ、漢字そのままなんだけど、漢字つか由来を教えてほしい。由来を。あれ？なんかイベントが。福さん。修行してる。なんかこれ技を教えてくれるみたいな感じじゃないですか。やり、右っていう技を。そうでしょ？福さん。福さん。水月好きの練習してた。水月好き。ええ。入門したての頃、3年間はこの基本技だけやらされて。ひどすぎる。3年間あれだけをやらされ続けるなんて。基本に通ぜしも、精髄に至る。しかも言うほど基本なのか。か、親父の好きな言葉だったな。ええ。ええ、でも、もう、指導してくれる先生はいないんですよね。俺なんて、まだ脇が開く癖が治ってないのに。3年もその技だけやり続ける。そうだ、りょうさん。脇が開く癖があるという。できれば、お手本を見せてくれませんか。お手本、知らんけど、その人。見せようか。じゃあ、見せようか。ああ、いいよ。溜めたな、今なんか。じゃあ、まず今なんか溜めたな、俺がやります。姿勢が乱れてないか、よく見ててください。実は、お尻風に見えて、福さんの技をコピーして。一歩前進すると同時に、腕に力を込め、拳を打ち出す。一歩前進すると同時に。あ、いてて。福さん。大丈夫です。痛そうすぎる。さあ、りょうさん、手本を見せてください。コピー忍者としては、あいたたたたたまで含めてやってしまう。親父ほどうまくできないけど。一歩前進しつつ同時に。蹴った。こうですね。たった。前パンチと見た。さすがですね。
全身の動きが滑らかで力強いや。そうかな。俺なんかとは全然違う。才能ってやつ。親父には随分鍛えられたからな。先生はいつもこの水月好きが基本で一番大切だって言ってましたからね。こういうことからこれが一番。この際もう少し練習してみますか。していいけど、福さんは手合わせしてくれるの？してくれないの？ああ、今のうちに稽古しておこう。わかりました。飛ばせねえ。じゃあ続けましょう。はい。違う。前パンチパンチだ。前パンチパンチ。前パンチパンチ。後ろパンチはないか。踏み込みを忘れてたな。ああ、これ延々これを繰り返さなくちゃいけないんでしょうか。そろそろゴールさせてほしい。一歩前進するんだったな。もういいでしょうか。もういいかな。腕に力を入れるのが遅すぎるな。まだしっくりこないんならもう少し続けてみます。もういいよ、もういいよ。一歩前進してって言うからさ、前へ入力して少しラグが少し。そうですか。よく見たらこのビジュアルメモリになんかコマンドにも出てた。それに気づかんかった。稽古をする気になったらいつでも呼んでください。おい、付き合いますよ。マジか。ありがとう、福さん。全然今なんかさ、あのさっきあの水月好きを水月続きの時になんか脇腹痛めてなかったっけ？ててんてん。水月続きを習得しました。水月。雨降ってる。水月ってなんだっけ？水月ってなんだ？水月。月じゃないか。ちょっと福さん、稽古つけてくれよ。脇腹痛めてるようだよ。りょうさん、なるべく早く。ダメだ、稽古つけてくんね。口だけか。こういう口だけのやつって嫌いだ。福さん、あんた俺は嫌いだよ。口だけのやつじゃないか。とりあえずなんかあの口で言ったことはとりあえず実行しようみたいなのを心がけて生きてるつもりでいたい。そういうの軽んじるタイプの人間だから、言ったことはなんか実行していきたいよね。だから例えば、世界征服するとかっていうのはあまり口を大にしては言えないよね。実行するの大変そうだから。でもそうじゃない、なんか軽いことはどんな些細なことでもなんかこう実行していくことがね、後々ビッグになるのにつながるんじゃないかなって、そんな気がしますね。なんかよくわからない。例えば右足を動かす、左足を動かすっていう、そういう単純なことをね、するっていうのを目標に掲げといて、そういう些細なことを一つ一つクリアしていくことで、最終的には大きな山も登れるみたいなね、そういうことってあるんじゃないでしょうか。あら、なんか名前忘れた。めぐみちゃん。めぐみちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃん、猫ちゃん元気になるかな。そりゃ俺にもわからん。きっと大丈夫さ。そうだよね。軽い約束をしたな。猫の名前は決めてあげたのかい？まだなの。お兄ちゃん、名前何がいいかな。そうだな。普通はチビだな。でもチビは大きくなったとき、チビって言い続けるわけにはいかんけな。耳はなんかふさげにつけるな。いい名前が思いつかないな。めぐみ、お兄ちゃんに決めてもらいたかったな。ごめんな。迷っとった。じゃあめぐみ、みんなに聞いてみるの？迷っとったらそうなるんか。それがいいよ。知らんかったわ。ごめんな。おう。勝手につけられてしまう、これじゃ。おごめんな。タマにしようと思ってたのに。おう。喋っとるよね、勝手に。しゃあね。
優柔不断は嫌われるってね。寒くないか。嫌われるっていうか、優柔不断っていうことはつまり優柔不断ね。優柔不断ってことはつまりこういう大事な場面であまりこう大事な決めるのに参加できないというか、イカの足上げてみよう。やれるのか。ほら腹減っただろ。それもイカの足か。うまそうに食べるなこいつ。きっと美味しいんだね。じゃあそのうちまた持ってくるか。イカの足。ありがとう。イカの足上げてもいいんですか。他にもなんか壊したろ。マッチとかどうよ。ダメか。ろうそくとか食わねえかな。チョコダメか。キャラメルポテチ食わんか。なるほどね。イカの足は本当に猫にやれたんだ。ただやっちゃいかんよあんまりね。イカだけにね。いかんよ。何してよかったんだっけ。あ、そうか、あの散髪屋に行かなくちゃいけないんだ。そうだそうだそうだ。なんか、名前忘れたけど、あの子供たちがいる。ボールを蹴ってきた子供たちがいる。スミヤさん。スミヤさん。ああ、りょうちゃん。ちょっと。ああ、さく、うちの子先月前田さんとこより安くてなかなか。そうですか。まあ、散髪なんてな。あの。ほら、りょうちゃん。りゅう理髪店。そう。なんかこの辺で誰かに話しかけるみたいなのなかったっけ。おお、なんか話してる。話してる。すいません。ああダメだ、はいはい、もう話しな。疲れ気味おじさんいいから。どうもどうも。ああどうも。何会話が広がらん。すごく会話広がらん。この辺に誰かいないの。ここ誰もいないな。リュウ理髪店に行きますか。リュウ理髪店に。よー、ちなみにこれは開けれるのかな。こっちか。ちょっと待って、裏側に行っちゃった。お、行ける。0468-22-5508。覚えられるわけないでしょう。こんなの。0468-22-5508。かけてみるか。興味はなぜ原崎が。なぜ原崎に電話かけているのか。04。いたねいたね。5508。昔ってそうか、絶対ダイヤル式だったのかな。プッシュ式になったのはその後の結構経ってからなのかな。でボタンポチって押すの誰も思いつかなかったんだな。046822。あれ22が抜けた。やめてもう。0004。やめようと思ったら押し戻れた。046。ちゃか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 。これもう大事なのかね実際。これ30分ぐらいかけるぞ。このこっちの時間で言うとさ、30分ぐらいかかっとるよ。ゲームとしてまあ、リアルなような。違う、3じゃねえ、5だ。5508。急げ8。おい、どうだ、なんか怒るか。手がそわそわして。
もしもし、葉月ですが。はいはい、なんでしょう。あの、原崎さんいますか。望みなら、まだ帰ってきてないけどね。そうですか。そうですか。帰ったら電話させましょうか。いえ、結構です。そうかい、本当にいいのかい。ええ、失礼しました。なんか意味あんのかな、こういう電話かけるのにさ、デートできたりするのかな。少なくとも自分の記憶の中ではそんなことした記憶はない。そんなことをした覚えはないぞ。原崎と仲良くなったみたいなことは全く思い出せんというか、そんなことはなかったと思う。車に帰る。車じゃない。これは原付。原崎と仲良くなったりすんのかな、ルートによっては。イチャラブルートとかあったりすんのかな。いやー、なかった気がするぞ。この、なんだろう、この人たちいつもここにいるね。あの、ちょっと。ああ、気安く声かけんじゃねえよ。やっぱあんまり可愛くねえな。おばさんだもんな。おばさんがこういう痛々しい格好をしてるだけに見える。これはちょっと申し訳ないが、ノーセンキューです。さあ、ジュリアスに行きましょう。あ、オープンしてんのかな、もうすでに。バーバー流バーバー、メスと話してる。こういうお店は入りづらいね。これは入りづらいお店。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日はどのように。いえ、違うんです。違うんです。中国人のことをお聞きしたくて。あなたは葉月と言います。おかしいでしょ。山の瀬の葉月部官。中国人のことを聞きたくて。葉月さん。中国人の方にね。ほら、あなた、新聞に出てた雪の日の。乗り込んでいってね。いろいろ大変だったようですね。どう取り扱って。蘭亭という中国人を探しているんです。父さんたち3頭の方々はみんな劉さんが詳しいだろうと。父さんの紹介だったんですか。中国人といっても私は2世なので、あなたのご期待には。確かに全然あるよみたいな。みんなお父様のことをおっしゃってるんじゃない。ああ、そうか。お父さん、その方は80になる私の父です。戦前から横浜で商売していたので、確かに父なら。風邪をこじらせて入院してて、昨日退院したところなんですよ。いろいろあって店を休んでしまって。もう大丈夫なんですか。ピンピン。スズメ公園で久々に体でも動かしてるんじゃないかしら。スズメ公園。ぐるっとドブ板を一周散歩してお蕎麦屋に寄るのが日課で。ありがとうございます。行って。もういいかな。メモ見よう、メモ。龍老寺に会いに行く。ドブ板のスズメ公園で散歩。まあ、この辺ね、シェンムーミープレイの人がだったらね、果たしてスズメ公園ってどこにあるのかということでね、かなり悩むとは思う。うん、スズメ公園を知らんかったらね。これあれか、人に聞いたらスズメ公園どこですかって聞くのか。ちょっと試してみるか。手頃な人ここに。すいません、きっとぴったりのジーンズあるからね。え、特別に安くしとくから。おかしい。また来ます。おかしな人だ。おかしな人だよ、この人は。ちょっと。おかしな人がいる。しかももう話しかけられない、このおかしな人には。たっ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 た。おう、敵じゃなさそうです。悪いが、話は後だ。つけていった方がいいんじゃないかな。この町、警察いないよな。ラピス。入れる。え、入ってみる。怪しいな。こういうな、こまごましたなんかこう、ところに全部入っていけれるっていうのはシェンムーの魅力だけどね。ようこそ、占いの館へ。はあ。
れだよな、こういう大体こういうゲームの占い屋から詰まった時 の悩み事が終わりのようです。詰まった時のヒントをくれる場所よな、はい、占いましょうか。ただなの、ね、1回300円になりますが、300円払ってみようか。はい、お願いします。では何を占いましょう。何を。運命の糸について。運命の糸をお願いします。ではでは、見えてきました。お、夜の街が見えます。ほう、争いの暗示が出ています。ほう、巻き込まれぬよう注意してください。誰だ誰だ。そうですか。結構持っていかれるような300円。他にも何か占いますか。やめとこう。いえ、もう結構です。割と本当にヒントを教えてくれるんだろう。ではこのヒントがまた、困った時はまたお立ち寄りください。ふんわりしすぎてて、ええ、じゃあまた。そのヒントのためにを探しに行くためにまたなんか探さなくちゃいけないレベルだよ。あのなんかこうアロハみたいな服着てた人のを今度は探さなくちゃいけなくなるじゃん。そのいきなりイベントにぶつかればいいのにね。二度手間だっていう感じですよ。ここもなんか、すいません。お、いらっしゃい。いらっしゃい。忙しいですか。いや、それがね、思ったほどお客さんが来なくてね。独立したはいいんだけど厳しいね、客商売は。あの、味には自信あるんだよ、うちのバーガービーフもバンズもいいもの使ってるし、ね、普段からこの両者してる会話だよね。そうですか。向こうの話には耳も聞かず、耳も貸さずにこう喋り倒すっていうのが普段の喋りのスタイルだ。ダメダメ、今はちょっと。そうか、話なら他でしてく。はい、原崎どこだ。いた。この雨の日でも店先に立ってるけなげ。原崎。葉月くん、気持ちはわかるけど無理しないで。声優は。原崎。葉月くん、連絡して。できるだけ協力するから。連絡したら電話かかったぞ。原崎。葉月くん。三連で。いつでも。わかった。三連で話しかけてみた。すいません。近いよ。近いよ。葉月さんとこの昨日も話しかけたリオです。そうそう、そうだったね。怖い怖い。のぞみからよく聞いて。そうですか。興味なし。行こう、もう行こう。原崎間母方のおばあさんの。お、女子高生発見。話しかけてみよう。いや、12月だからな。傘、あら、傘をなんか今取っとる。悪いけど今はちょっとごめんなさい。顔が丸い人でした。またね。傘をなんで今外したの。野菜買っていけねえしな。鮮魚店もあったような気がする。記憶のがつな記憶が確かに。さて、スズメ公園ですが、確かこう、あった、あれが鮮魚店ですね。何の魚なんだろう。イワシとアユ。アユも見えるし、キスにも見える。他にも魚チェック。お魚チェック。ジャギジャギなんだよな。タイはわかるんだけど、キンメダイ、カワハギ、向こうの奥とかもわからんし、サンマっぽいけど、もうちょっとちゃんと作り込めばいいのにね。なんか雑じゃない、ここ奥とかもすごく。まあいいや、こんなとこで油を取る場合じゃねえんだ。おっ、なんかこれは特別な関係かい。この二人の関係性。中村。こいつが中村か。何してたんだ。何してたんだ。
考え事をしてた。エリちゃん受験勉強してるのかなって。エリちゃん、田島が心配か。田島、うん、ちょっとね。そうか、うん、じゃあまたな。やっぱ葉月亮って、うん、またね。高校生、高校3年生じゃないか。エリちゃん受験勉強、え、こいつは田島か。受験勉強してるのかなって言ってるじゃん。同級生が受験勉強、受験生なんだから。めっちゃ老けてる顔してた。のぞみにも一声かけてやってよ。お前や中村が言えばいいだろ。たくもあんたって本当に女の子の気持ちが分かんないのね。はあ、なあ、話しかけないでよ。じゃけんやつ、女の子の気持ちも分からないやつと話すことなんかないわよ。女の子の気持ちって言われました。そうか、邪魔したな。じゃあまたな。これで中村に話しかける。中村、話しかけられない。もうええわ。しかしこいつ高3みたいな格好してないけど、こっちが高3っぽい格好だけどな。高 3? 小学生ぐらい。高 3? おっ、栗田さん。栗田さん、よーよー、めったに。もうええわ。じゃあこれは、これがワッペンや。糸井のおじさん、糸井のおじさんだ。いや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 、な、あんたのためにシャレたワッペンをまた今度にします。ワッペンを作りますって言った瞬間にもう、あの、もういいですみたいになってるもん。若干がっくりくるよ。そんな話してたら、そんな話をされたら。ここがスズメ公園なんですね、知ってるっていう。うい、あの、リュウさんですか。そうだな、君は。君は葉月と言います。山の瀬の葉月部官の。葉月部官。ああ、噂には聞いている。蘭亭と名乗る中国人をアジイチの父さんたち三頭の。おお、君は三頭を知っているのか。三頭ってワードを知ってるだけで、調理師、仕立て師を指すと、あの、話が通るというかね。いつ何時死角に狙われるやもしれない皇帝をカミソリ、包丁、ハサミを持ってお守りした誇り高い仕事した人。話だったっけ。蘭亭のことですが、その呼び名から察するに、おそらく中国の闇の組織のものだろう。あるいはチャイニーズマフィアか。そんな奴らがこの横須賀に。正規の入国手続きを踏まずとも、港を拠点に、かつ近辺の船員に聞いてみな。船員か、本当にありがとう。頑張りなさい。進めるな、危険な敵討ちを進めるな。すいません。すまんな、若いの、後にして。このじいさんは話のわからんじいさん。これは何をしてるの君。いや、あ、お兄ちゃん、ゆかんのパパね、はあ、パン屋さんなの。さっき見たの。パパのパンも美味しいけど、パパパン、本当はピザの方が好きなんだ。あんま変わんねえな。なんとなくガキのしゃべりに全部突っ込んでしまった。傘さしてまで砂遊びするか。なんか数えてる。なんかまた数えてる。危険な子供だ。お、怪しいぞ。あのこいつ怪しいぞ。お、ちょっと待って、この辺に隠れて監視しよう。この男怪しい。ただもんじゃねえな。ボクシングをしてる。一見ボクシングをしてるように見える。怪しい。ちょっと話しかけよう。声をかけよう。すいません。すまない、俺に構わないでくれ。プロテストが近いんだ。ボクサーだったか。これを見てね、どこに何があるか。横須賀名画座、こんなんあったっけ。
魚吉の前に横須賀名画座ってのがある。あ、もう30分なってた。いや熱中してた。まずいまずい。よし、ちょっとここで一旦切ります。いや時間過ぎるのが分かんないね。ほな、ここパート7、ここまでにします。パート8で会いましょう。